夏の甲子園応援特別編。今回は夏の甲子園出場を目指す名張青山の高校野球部を紹介していきます。1校目は三重県立名張青豊高等学校野球部です。名張青豊高校野球部は1年9人、2年11人、3年9人、マネージャー9人。昨年の夏の高校野球三重県大会では惜しくも初戦敗退。今年はその悔しさをバネに、まずは初戦突破を目標にチーム一丸となって練習に励んでいます。一戦必勝を目標に頑張りたいと力強く話すのは、38人の部員をまとめるキャプテンの福留くんです。とても明るいチームの雰囲気だと僕は個人的に思っています。試合中とかもそうなんですけど、点が入った時に全員がこう盛り上がって、ベンチの雰囲気とかもすごくいいと思います。今年は初戦突破をまず目標にして、そこから一戦必勝という形で頑張っていきたいなと思ってます。もうお母さんですね、もう毎日朝早くから起きてお弁当を作ってくれて、それで野球の応援とかもいっぱいしてくれたので、もうすごくお母さんと、もうお父さんにもそうですけど、特にお母さんに感謝しています。福留くんを支え、共にチームを牽引しているのは副キャプテンの岡野くん。全力で投球する姿が僕の強みです。チームの目標でもある初戦突破ことを目標に、全力投球で頑張りたいと思っています。僕の目標はチームの雰囲気を勢いづけられる、そのようなピッチングをしたいと思っています。明るくチームを盛り上げるムードメーカーとして後輩からも慕われている3年の大西くん。僕の強みはチャンスに強いことなので、得点圏で、ランナーを返して、チームに貢献したいなと思っています。1年生2年生と夏大出て、今年は最後、自分の最後の大会なので、悔いがないように一生懸命やりたいと思います。阪神タイガースの大山雄介選手です。いつでも全力疾走していて全力プレーなので、そこを見習って頑張りたいなと思います。目指せ初戦突破、そしてその勢いで連勝を目指す名張青豊高校野球部。そんな皆さんの目標は、2戦必勝。ADS では伊賀地域でスポーツに励む高校生を応援します。次回は近畿大学工業高等専門学校野球部です。